ございます。眼科ですよね。眼科です。そうすると眼科を始めてですね、だいぶ久しぶりですよね。もうだいぶです。そうしましたら後ろにあるお歯とかかかられたことってありますか？眼科以外の科はかかられたことありますか？もうずっと来てる。じゃあ後ろに患者さんと一番最初に関わる部分なので、受付とかやるっていうところがあるので、まあ、結構ある意味では顔になってる部分もあるのかなと思います。一人一人の患者さんに寄り添えるかどうかがすごく大事だなと思っていて、なかなか寄り添えないとそういうのって仕事ぶりに出ちゃうんだっていうのも思うので、なかなかこう難しい局面ってたくさんあるんですけど、一つ一つ患者さん側に立って考えられるような取り組み、仕事をできればいいなっていうふうに思っていただきます。はい、でそちら突き当たりまでお進みいただくと、放射線の受付が左側にあるので、はい、そちらの方の受付の方に行きます。はい、見えたします。はい、はい、お2回上がっていただいて、入荷の前に問診票をいただいて、こちらの方だけ事前に電話を送らせていただいてよろしいですか？はい、お願いいたします。わかりました。そしたら保険証から問診票を待とうかと前がコロナのことだったけど、内科の外来で診療の計算の方を、はい、行っています。結構ここが一番患者さんが来る場所なので、ここで計算の方をこの時間から結構バーッと来るので、はい、処理してきます。はい、普段は、その直接的に関わることってそこまで機会としてないんですけど、こういう時にやっぱりこっちが困ってる時に助けに来てくれる、とっても頼りになる存在だなっていう。そうですね、はい、これで終了で。はい、お疲れ様でした。はい、来月からですね、新しい先生方がこちらの病院に来ることになりまして、で先生方の診察、外来診察するにあたって予約枠の設定がちょっと必要になりまして、そちらのちょっと打ち合わせを秘書さんの方とさせていただくようになっています。はい、ですよね。そのあたりは実際先生来てからみたいな感じで、ありがとうございました。審査して、こちらの問題もあるんですけど、請求して、過剰だったりとか、審査上認められないものなんかが一部引かれてしまうっていう感じですかね。なんでやった分全部お金が入ってくるってわけじゃなくて、ちょっとその辺ちょっとシビア。全体の 0.3% なんですけど、やっぱ金額が金額なので、全請求金額的に言うと結構な金額になります。もちろん2年に1回は内容、大幅には変わらないんですけど、改定があるので、それまた今度来年3月あるので、そこに向けてちょっと準備したりとかはありますかね。はい、これしょうがないですよ、ロックするしかないんですよ。採血取ってそこライン取りますから、ね、そうですね、削るの変だよねと思います。これ来てますね、自分以上さ。すごく大事なもので、査定された内容が本当に妥当なのかどうかっていうのをこちら側でも再度確認して、場合によっては必要性をですね、先生とかちょっと協力していただきながら、伏して、必要性を伏して、文面にして伏して、
再請求することも可能なので、ちょっとそれができるかどうかっていうのもジャッジしていきます。はい。はい、実際なんかその術記録の方を少し見ていくと、これ悪性の手術じゃなくて良性のちょっと縮小した手術に変更して、はい、で実施したんですよ。だからこれは結構開けてみないと分かんない手術だった。で、あの内科部でやっちゃうかもしれないですけども、胃がんの方で遺伝子検査で、あのラス。そして我々医師は保険請求っていうのは非常に無知で、で特に外科の場合は術前と術後で状況が変わることが多々あるんですけれども、ただそういったところで患者さんへの対応はもちろんスムーズに変えられるんですが、事務的に何が必要かということは我々は全く把握しておりません。ですのでこういった形でいろいろとコミュニケーションを取りながら物事がスムーズに運営できるということは本当に助かっております。まあ、美容に関わらず普通のお客さんで言っても熱入ってない従業員だって、まあ、なんとなく分かると思うんですよね。なのでそういう風に 見えるのは絶対ダメだなと思って、そういう意味でもあの、まあ、どういう仕事、まあ、簡単な仕事でも慣れた仕事でもしっかり熱を持って自分ができる 100% で取り組んでいくっていうところはあのすごく大事だなって思ってるので、そこは大切にしていきたいなと思っていて、まあ、ちょっと熱心っていう言葉を選ばせていただきました。放射線の撮影時に使う薬品の方が追加したそうなので、その連携テストをしまして、はい、その確認できます。で、例えば急性臓器とか、まあ、呼吸器のですか、急性臓器とか、あとと以前の3点の比較をしているところで、オペ室の眼科 の薬品が冷凍保存しているこの間のセンタミニューの内感染とか、はい、実績報告ゼロからの状態でスタートしている人がほとんどですか、ね。まあ、ただやりながら結構覚えられるので、あとは結構自分じゃないと部分もあるんですけど、あとは周りのその先輩方に教えていただいたこととかですか。最初はそう教えていただいたことをやっていって、だんだん自分でも調べるようになったりとか、そういう風になっていったって感じですか。意識してないところからここにいるって感じなんで、気づけば9年経ってるとかじゃんで、はい、まあ、思いもよらぬところから縁があってこういうこともあるかなって感じですね。地元就職もちょっと考慮するようになって、そこで、まあ、目にかかったっていうエピソードですかね。彼は本当にあのみんなから頼られる、明るいしすごく仕事もできるんで、みんなから頼られて、あのうちの本当にムードメーカーな形で、本当に女性からも人気があって、あの優しくて、あの患者対応もすごく優しくて、私たちにも優しくて、かゆいところに手が届くというか、患者さんからもあの職員からももう信用されて頼られて、いつも裏表なく、そこは何よりもな、やっぱこの時代結構職場の環境でうまくいかなくて辞めていく人とか、せっかくその仕事に頑張って入ったのに変えていくみたいな、職場を変えていくっていう人って結構多くいると思うんですけど、そういった面ではすごく一番前面に押し出してアピールしてるんじゃないかっていう思える部分なので、職場環境、そこの職場の雰囲気、働きやすさっていう部分は、まあ、正職パートさんとか派遣さん問わずあると思いますので、そこはあの押し出していきたいと思います。お疲れ様でした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 。お気をつけて。何で逃げるんですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。プライベート面 その充実さを仕事面でも出せていけたらなって、心の面での余裕を作りながら、自分の中でできることを増やしていったりとか、もう年代も結構中盤、中堅に差し掛かってきてるので。勝手の指導じゃないですけど、いいお手本になれるような風になりたいなっていうふうには思ってます。自分も結構育ててもらったっていうところもあるので、今度は自分がその逆の立場になれればいいなと思います。